神原信行 Rise 的伊藤龙 K1 的中村拓也还有那须川天心五尊五个日本格斗界大咖齐聚一堂召开紧急记者会要针对六月梦幻之战做进一步消息发布まず最初に大会名決定しました大会名 The Match 2022このタイトルでいきたい大赛正式定名 The Match 20226月19号将在东京巨蛋正式登场，预计会有10到15场力技顶尖对决。亚洲主赛当然就是那须川天心与武尊的最终决战。全民关心的对战规则也确认了。Round 数3分3 round， 延長1 round， 延長1 round はそのラウンドだけをマスト判定で優劣をつけます。完全決着ルール。どちらかが勝って。虽然不是大家期待的五回合战，但不会平手收场，一定会打出胜负，也算完成了武尊想要一决胜负的夙愿。对战规则上是说过，踢拳规则在残暴状态下允许单次打击。虽然能够看到当代日本两位力技代表人物对决，已经圆了不少拳迷的梦想，但如果想要冲现场又想要近距离观战，建议大家现在可以开始去买乐透。VVIP 戦アリーナの最前列1列目1席300万円2列目200万円3列目100万円这可不是愚人节玩笑，想要坐在海景第一排近距离欣赏两人身手，得要花上台币72万，这可能是不少上班族不吃不喝两年的薪水啊！这价值300万日元的 VVIP 特等席限量50席，票价已经突破日本娱乐史的最高纪录。いや、ちょっと高いなと思いましたけど、まあでもそういうこの試合はそういう価値としてつけてくれたっていうのは嬉しいことだし、それに見合った最高の試合をして勝つっていうところを決めました。値段も値段なんで、本当その知り合いとか友達とかはちょっと前まで見えないのでちょっと悲しいなと思いましたけど、それがこの試合につけてから勝ち上がったので、試合をしてみたいです。ちょっと子供に優しくないこの試合に関しても本当に。こういった価値があるんだぞっていうのを、まあ、みんなに知ってもらえば嬉しいなと思って、最終的には、この試合で歴史の教科書に載りたいなと思いました。虽然阿飞没有70几万可以坐第一排，但口袋里钱凑一凑，直播 Pay Per View 应该还买得起。这次大赛由 ABEMA 以 Pay Per View 付费转播，如果家里看得到富士电视台的朋友，就能省下一笔钱。富士电视台将同步转播大赛的最后2个小时，当然两位主角登上梦想舞台也是信心满满，抱着必胜决心。どんな結果があっても、まあ、みんなを信じて、僕は必ず勝つので、まあ、本当にキックの最後の試合というか、もう僕の、人生の中でも本当に一番大きいことだと思うし、何が何でも勝ちます、それだけです。いや、本当にないですね、頭のリングで、殴り合って、取り合って、どっちが強く決めるだけなので、そういうことはないです。お互いにしっかりと仕上げて、最高のパフォーマンスをしましょう。それだけになります。简单隔空喊话，其他的就在擂台上以拳腿诉说吧。除了5天对决之外，其余的对战卡司后续也将陆续发布。如果想要掌握 The Match 2022的最新情报，请持续锁定立即锋。更精彩的节目，咱们下次见。